もっとそのバトルの経験積み重ねてえぐくなってると思う。正直前回とは比べ物にならない口の悪さで戦ってます。バトル中胸ぐらつかまれたりとか、お前やってんのラップじゃねえからみたいな言われたりするっすけど、そういう感情をあらわにしてくれる人の方がなんかバトル自体も盛り上がるし、まあ、自分のスタイルを貫けるしみたいな。お前は中学生だって服装全然感情良くないじゃん。はい、見た目が中学生だってラッパー声と喉があれば何でもできんだろうな。友達ごっこしてるやつらとは違うんで全員ぶっ倒します。よろしく。1年間でものすごいラップと向き合ったりイベント出たりいろいろ頑張ってきたので、まあ、この集大成を今回見せに行きます。ハイヒールで全員踏み潰したら、本当に過去のあれはあのままにしていいわけがないっていうか、結構トラウマになってたところがあって、まあ、いろんなものを吸収して、まあ、自分の視野とか考え方も広がったので、それを還元できたらなと思ってます。あの時から1年間で音源だったりバトルだったりいろいろまあがむしゃらに努力を続けてきたので、自分自身の良さを 100% 発揮して勝てるようにできたらなって思ってるので、まあ、勝ちに行きます。よろしくお願いします。タイガーブロック1回戦第2試合、 AIT VS 彼岸。先攻青彼岸、後攻赤 AIT、 レディーファイト。いやいや、まずてめえヒップホップを舐めすぎ、お前バトルってそれだけですか。参加賞だけほらもらっていきな、ビートの上でのおしゃべりラッパー、ここでこんなこんなだけ、前のラップいいもないしフローもないし、ラップやりたいの、それとも人をディスるためのラップがしたいの、私このラップで自分の思想を届けるの。参加賞ってこいつに毎回1回戦負けで、お前女だからバトルイベント呼ばれてんの分かれよバーカ。多様性文化で選ばれたヒップホップの可憐ゴミが言う。服はめっちゃ可愛いよ、待って服はめっちゃ可愛いっすよ、かかってこいよバカ野郎。いやいや、まず一回戦負けの前にこいつオーディションで落ちて大会も出てないっすよね。金ゴミ物が燃えた後灰になって土壌になってここで咲いた彼岸花だよ。それすらもわかねえやつバカ、服と化粧製材よかったね、まず基礎から違うぜファンデーション、このラップ終われば私のファンデーション。まあファンデーション、まあ不安でしょうがないのはわかるけど、おいチン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 言ってるよ、こいつ8小節でバースまとめる力がないから顔で表現しようとしてるんぜ。ステージングとかじゃなくてお前甘いだけだよ。正直言ってやるよ、オーディションオーディションなんだっつってんだよ。お前は女だからオーディション選ばれてんの、さっきのエキシビションの小学生の方がまだ上手かっただろ。はぁ、こいつエキシビションの方が上手かった、それは聞く耳持ってない、目だけでラッパーのこと判断、ラッパーならまず耳で評価、その前にこいつ音源も出してないのにヒップホップどっちどうか、それを語れるわけねえだろ、女だからフィメールラッパー、うるせえ今日私がいじめる番だ、今日も聞かせなよ言い訳のアンサー。待って待って、こいつバトルからヒップホップ知ったのにいきなり適当に曲出したとか、ラッパーだからラッパーだから曲出せないといけないみたいな考えで作った曲で、何言ってんよ、バトル一つで筋通してんだよ。お前みたいなチッチチッチ言うなよ、かわいいね、そんな感じだろ、中指立てちょっと、本当にまとめる力がないね、ラップやめればいいのにね。終了、レッツジャッジ。
青青青青青5対0で勝者悲願。